昭和25年の今日、当時の吉田内閣は警察予備隊令というものを公布しましたね。昭和25年といえばちょうど朝鮮戦争の真っ最中、連合軍最高司令官マッカーサー元帥は警察予備隊7万5000名、海上保安隊8000名を作れと命令。それでこういうことになったんですが、平和日本はあなたを求めていると。隊員を募集すると、さて集まった応募者は全国で40万人。身体検査からいろんな試験にパスすれば月給は月5000円ですが、2年後の退職金は6万円。そして1日3600カロリーの食事。しかし早かったですね。マッカーサー元帥の命令からわずか1ヶ月半後の8月23日にはもう第1回7000名の入隊式が行われたってんですから、みんな驚いてましたね。まあこの警察予備隊はアメリカ軍が朝鮮に出動している留守の間、保安の肩代わりをすることになってたんだそうですな。そのせいか兵器も装備も万事アメリカ産のお指揮せ。兵舎はキャンプってんだそうで、鉄砲がカービン銃、バズーカ砲なんて聞き慣れないものも登場しましたな。でも号令だけは日本語だったそうです。突撃！すごいですね、これは。やがて昭和29年には自衛隊と名も変わり、もちろん訓練もしますけど、東に水害あれば東に飛んでいき、西に大火事あれば西に駆けつけ、愛される自衛隊にならんと日夜努力を続けるということに相なるのであります。